駒ヶ岳地震の遭難事故調べてたらもう一つの遭難事故にぶつかった。もう一つの遭難事故？このメンバー9人の他にも地震で遭難した親子がいたのよ。え？しかもこの親子が遭難したエリア、このメンバーとほぼ同じ場所だったらしい。結局この二人は発見されないまま捜索は打ち切られたそうです。親子の遭難か、何か関係でもあるのかな。ねえ、ところで編集長は結局顔を出さなかったよ。やっぱり本気で手を引く気なのかな。大丈夫ですか水野さん、ちゃんとお薬飲んでくださいね。お薬大事ですから。じゃあ車、あれ携帯落ちてますよ。私のじゃありませんよ。え、下に落ちてたんですけど。じゃあお預かりしときます。編集長。なんだお前一人か。もしかしてやる気になってくれたんですか。は女と揉めちゃってさ、もう家を取り出してきてしまいました。こんなところにいちいち戻ってこなくても止めてくれる女の人ならたくさんいるんじゃないんですか。その手がありましたね。やっぱり嘘だったんですね。何よ。その鍵束、本当は別れた女の人たちの部屋の合鍵、未練たらしくタラタラ持ってるだけなんでしょう。本当は私たちのことが心配で手を引かせようとしたんじゃないですか。お前怖くないのか。真実を知ることが怖くないか。全く怖くないって言ったら嘘になりますけど、でも今はこの呪いの連鎖を終わらせることが自分の使命のような気がするんです。事件が私を選んだっていうか。これはみんなが頑張って集めてくれたんです。それがどうかしました？いや、今ならまだ間に合うかもしれない。水野。
議事郎。こんばんは。あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃい。あ、さっきまで美里さんたちいたんですよ。そうだったの。生ビール。はい。オッケー。しかし今度の事件みんな相当気合入ってるね。はい。なんか今のあいつら見てると昔の佐久間さん思い出すよな。え？ねえマスター。ん？佐久間さんって。昔優秀な記者だったって噂本当ですか？ああ、こう見えてね、昔は東都ジャーナルの看板記者だったんだから。うそー。本当、当時はね、カミソリの佐久間って呼ばれてたぐらいなんだから。そんな切れ者がどうして匿名落ちなんかに？切れすぎたのかな。もしもし。お望み通り全てを教えてやる。11年前何があったのか。水野さん、お前たちが探している残りの仲間の正体もな。どうしたんですか？急に呼び出したりして。あ、斉藤さん。なんか急に顔が見たくなって。やっぱりいつもの斉藤さんと違う。え？初めてですよ、そんな甘い言葉かけてくれたの。そんなことより、この前の返事は？本当にいいんですか？私なんかで。当たり前じゃないか。でも私の体じゃ子供を産むことだって。関係ないよ。初めてなんだ、こんなに誰かを愛しく感じるの。私、お化粧直してきます。3日後の20時。水野さん。水野さん。こっちだよ。
せ私もすぐに殺される。殺されるって誰にですか？俺だけじゃない。呪いはまだまだ続く。運命に逆らうことなんてできないんだ。教えてください、あなたの知ってる全てを。全てを知り尽くしたところでどうすることもできやしない。下手をすればお前も地獄の炎に焼き尽くされる。その覚悟はあるのか？食べたご？仙道さん？仙道さん？仙道さん！警察の方大丈夫だったんですか？また捜査に戻れるんですか？とりあえずな。心配したんですよ。あんな形で急にいなくなるから。小田切の遺体を確認した。手のひらにバラのあざが残ってたよ。え？小田切も水野も呪いの餌食にされたんだ。水野さんも言ってました。呪いはまだまだ続く。運命に逆らうことなんてできないって。へえ、結構ちゃんと調べてるじゃないか。仙道さん、やっぱり最初から知ってたんですね、被害者の父親たちの関係。なぜです？どうして仙道さんそのことを？一体どこまで知ってんですか？前にも言ったはずだ。それを話すときは俺が決めるって。じゃあもう結構です。おいおい、今から明和女学院の秋野校長に会ってきます。奴のことも気づいてたのか？やっぱり。え？秋野修二も遭難事故に巻き込まれた一人だったんですね。お前まさか。亡くなった水野さんの携帯に秋野修二から電話がかかってきたんです。試してみるもんですね。ということで仙道さんは焼きそば持ってお帰りください。俺も一緒に行ってやる。え？その方が君も心強いだろ。心強いです。よし、焼きそば食って出発だ。心細いです。こうやって歩いてると昔思い出すな。君はどんな生徒だった？まさか成績優秀でモテモテだなんて言うんじゃないだろうな。その逆です。私は何をやってもダメな子でした。勉強も運動も苦手で。やっぱり青のり。Thank you.
覚えててくれたんですか。あ、ひょっとして妹さんか。そうです、中村由美です。先生、私今出版社に勤めてるんです。そうだったのか。教師続けてらしたんですね。ああ、私ずっと気になってたことがあるんです。どうしてあの時何も言わず突然学校去ったりしたんですか。10年前のことです。近いうちにまた会えるといいな。連絡するよ。あの、こちらからも携帯に電話してもいいですか。いいけど番号は。変わりました、10年前と。いや、だったら覚えてます。覚えてる。この10年間一度も忘れたことありませんでした。じゃあ急ぐからこれで。今の男何者だ。高校の時の担任です。惚れてたな。何言い出すんですか。分かりやすいやつだな。仙道さんには関係ないでしょ。まさかまだ惚れてんのか。余計なお世話です。君にお姉さんがいたとは意外だったな。そんなに君に似てるのか。いいじゃないですか、そんな話。校長、警察の方がお見えです。警察？警視庁捜査一課、警視正の仙道です。匿名ウォッチの中村です。どうしたの？急に会社休もうだなんて。迷惑だった？そんなことないけど。映画見てうまいもん食べて今日はゆっくり過ごそうよ。何が食べたい？さつき、どうした？で、私に用件とは。11年前の遭難事故のことで秋野さんに伺いたいことがあります。来た。ユーリが襲われた時あんたが現場から立ち去るのを見たって証人を見つけたわ。やっぱりあんたの仕業だったのね。バラの花を自分の机に置いたのもあんたでしょ。なんとか言いなさいよ。
松下沙耶香のクラスが。我が生贄に手を出す者には災いが降り注ぐ。友果、お願いやめて。11年前あの山で何があったのか話してください。助けてくれ。知ってることは何でも話す。助けてユミ。お姉ちゃん。この番組は日産自動車とご覧のスポンサーの提供でお送りします。我が生贄に手を出す者には災いが降り注ぐであろう。災い？見よ。Thank you.
友果、何だったんだ一体。友果、お父さん。秋野さん。なんだ、今日は帰ってくれ。娘さんの命に関わる大事なことなんです。仙道さん。二人だけにしてくれないか。かしこまりました。飲みなさい。どうして、なんで私がこんな目に。言ってたこと、どういうこと。私の命に関わることって、もしかして私死ぬの。ねえ、なんとか言ってよね。どうして、お父さん、どうして。やめないか。気がついたか、松下。先生、ここは。どうして私こんなところに。覚えてないのか。そういえば私、秋野さんたちと話してたことまでは覚えてるんですけど、その後はなんだか急に意識が飛んで真っ白になって、気がついたらここに。おいおい、あんな騒ぎ起こしておいて覚えてないはずないだろう。騒ぎ。あなた、綾久友香さんを怪我させるとこだったのよ。私が。さあ正直に答えてもらおう。なんだ。出てってくれ。冗談じゃない、まだ話何も聞いてないよ。なんだその顔は。私を誰だと思ってる。私は警視庁捜査一課警視線の。わかりました、失礼します。仙道さん、先生。うん、今の話本当なんですか。私が秋野さんに怪我をさせるところだったって。何がおかしい。きっと私のこと守ってくれたんだ。守る？誰が。そう、明和女学院でそんなことが。おかげで秋野校長から話を聞くことはできなかったの。でもこれで秋野が関わってることは間違いないんじゃない。しかしそれがどう呪いの携帯とつながりがあるのか。やっぱ鍵は例の遭難事故にあるんじゃないかな。事故の全貌が分かればなんかつながりが見えてくるかも。そうね、
まあ、とりあえずもう一度遭難事故について洗い直しましょう。うん、念のためもう一つの遭難事故との関係もみんな調べてみて。もしもし、山下先生。今夜ですか？ええ、構いませんけど。じゃあ、8時に。はい。ほっぺたピンクに染めて遠い目をしてるとは。さては、あの男かなんだよ、まだな。ここで何してんですか？図星だろ。仙道さんには関係ありません。そう邪険にすんなよ。せっかく情報を持ってきてやったのに。情報？例の斎藤とかいう男だかな。やつの恋人が病院に担ぎ込まれた。恋人？でも斎藤さん、自分には大切な人なんていないって。どうする？来んのか来ないのか。血圧92/43です。輸液このまま続けて。しかし不思議です、こんなに急激に悪化するなんて。普通こんなことはありえないんですが。次はあなたのお子さんが犠牲になるかもしれないんですよ。俺ってまさか。では斉藤さん、言ったはずだ、君らに話すことなど何もないと。さつきさん、あなたの恋人がどうなってもいいんですか？あなた自身の命だって危ないんだ。お願いです、11年前あの山で何があったのか話してください。だから言ってんの！君らに言うことなど何もない！携帯持ってるだろ、出しなさい。なんで？いいから出しなさい。何すんのよ。これは私が預かった。どういうこと？もしかして今日あったことは携帯の。あの女の人が言ってたのはこのことだったのね。いいから座りなさい。でもどうして、どうして私が狙われなきゃならないの？お父さんは何を知ってるの？お父さん！全て私に任しときなさい。何も心配することはない。やっぱり私のことなんてどうでもいいのね。もし私が死んだらお父さんのせいだから。先生から電話もらうとは思いませんでした。先生はやめてくれ、もう君は生徒じゃないんだ。なんでまた学校に来た？いくら仕事といっても君があの学校の門を再びくぐるなんてよっぽどのことだ。昼間あんなもんを見せつけられたら。なんかあったんですか？マジで信じらんない。先生は
山下さんはどうしてあの学校に？お姉ちゃんのことと何か関係があるんですか？なんでそう思う？だって山下さんとお姉ちゃんは すいません。やっといるの思い出してくれたんだ。よかった。自分が透明人間になったのかと思ったよ。トゲのある言い方しないでください。そうそう、あんまり拗ねてると嫌われちゃいますよ。でも僕ちゃん寂しかったんでちゅで、彼女の姉さんがどうしたって？あんたには関係のない話だ。君が学校へ来た理由は分かった。だが本当に秋野校長が関係してると思ってるのか？亡くなった水野さん、最後に電話がかかってきたのは秋野さんだったんです。おそらく全ての発端は11年前の遭難事故にあります。だからあの時彼らの間で何があったのか、それが明らかになれば謎は解けると思うんです。どうしてなんだ？え？どうして君はそこまで一生懸命になる？止めたいんです、呪いを。大切な人を失う辛さは私自身が一番よく知ってますから。どこにいるの？ここよ。ここって？あなたのすぐ近く。近くってどこ？それはね、ここよ。いいじゃないですか。感謝しろよ。キャリアの俺が運転手買って出てやったんだから。はいはい。それで長野に着いたら何から当たる？事件の謎を解くには遭難事故のあった日に何があったのか、行方不明の親子とは何か関係があったのか、それを調べるしかないと思うんです。それで？とりあえず地元の新聞社に行ってみます。10年も前の話だからな、無駄足にならなきゃいいがな。ねえ仙道さん、どうして昨日からそうやって突っかかった言い方するんです？あ、ひょっとして私に気があるんですか？バカ言うな。鏡を見てから物を言える。キュートじゃないですか。心配するな。医者の話じゃあと 2,3 日様子を見て何もないようなら退院しても構わないそうだ。どうした？こ
ごめんなさい。でも私、斉藤さんとは一緒になれない。嘘つき。私、斉藤さんの重荷にはなりたくないんです。いいじゃないか、重荷でも。もっと重荷になってくれよ斉藤さん。私は君に会うまで生ける屍だった。絶望と後悔と恐怖の中で生きる目的を見失っていた。でも君と出会って生きることの喜びを知った。君は私を救ってくれたんだ。だから今度は私の番だ。電話だった。そう。でも大丈夫？顔色悪いけど。何でもないよ。戻ろうか。駒ヶ岳大地震で遭難した例の9人なんですが、飯塚さんから見て何か不審な点ありませんでしたか？何か？飯塚じゃなくて飯沼です。いやいやいや、飯沼です。失礼しました。いえ、不審というのとはちょっと違うんですが、妙だなと思ったことありますよ。何ですか？彼らが助けられた後、なんとかコメントを取ろうとしたんですがね、これが妙に堅くなというか口が重いんですね。助けられたことがちっとも嬉しそうじゃなかったんですよ。嬉しそうじゃなかった？うん。まあまあ、これはあくまでも私個人の感想ですがね。そうですか。あ、じゃあもう一つの件はどうです？同じ時期に遭難した親子なんですが。ああ、榊あゆみさんと美和子ちゃんね。彼女たちは9人とは対照的に不幸な出来事でした。どういうことです？遭難した榊さんは市内で花屋をやってましてね、常日頃からあの山には慣れていたはずなんですがね。その後2人はやっぱり見つからなかったんでしょうか？残念ながら。それでも残された旦那さんは諦めきれずに一人でいろいろと探し回っていたようですがね。結局その彼も1年後富士の樹海で自殺しているところを発見されて亡くなられた。精神的に疲れていたんでしょうね。まだ幼い娘さんがいたっちのに。榊さん親子にはまだもう一人娘さんがいたんですか？ええ、確か当時6歳でしたから今頃は高校生のはずですね。お電話です。おいおい、いい沼です。え、榊夫妻がやってた花屋の場所が知りたい？あ、ちょっと待ってよ。保留。あ、高島町。おお、センキュー。気が利く。
ただきます。何？いつまでそうやって無関心気取ってるつもりですか？ん？何のこと？取材中止なんて本心じゃないんでしょ。本当は興味本位で彼女を巻き込んだことを後悔してる。違いますか？うん。さみさと、俺はさ、出世街道から外れた窓際族なわけね、だからそんな俺にとっちゃスクープなんかよりも穏やかなサラリーマン生活の方が大切なわけさ。プープープーくさーい、ほんと素直じゃないんだから。失礼します。すいません、お待たせしました。11年前の蓬莱岳遭難事故の資料でしたよね。こちらです。ありがとう。ございました。やっぱりここだったか。で、何か分かったか？11年前、榊夫妻はここで花屋をやってたそうなんです。でも事件後、お店はすぐに売り乱されて、残された一番下の娘は親戚に引き取られた。なるほど。榊夫妻にはもう一人娘が。そっちは？え？地元の警察行ってたんですよね。9人のうち最後の1人の名前分かりました？いや、事件性はないということなので資料はすでに破棄されたそうだ。そうですか。入りなさい。松下紗友香の処分ですが、いかがいたしましょう？とりあえず何の処分も必要ないよ。しかしあの事件のせいで生徒の間に動揺が広がっています。手を打たれるのなら早い方がいい。手を出すなと言ってるんだ。私が命じるまで彼女のことは忘れるんだ。いいね？匂うな。地元の新聞社の話じゃ、助け出された9人はちっとも嬉しそうじゃなかったって。5日間も遭難してたのに、なんか変だと思いません？俺に聞くなよ。それはつまり遭難してる間に何かがあったから。何かってなんだ？わかりません。でもきっと榊さん親子の行方不明と何か関係してるはず。
大津ゴリトル。はいはい。さつき、血ガスタンドのさつき。モニター急いで。はい。レントゲンポータブル。しかしな、いつも焼きそばばっかりで飽きないのか？なんでですか？美味しいじゃないですか。たまにはこう、自分で料理を作るとかだな。私がお湯入れました。それで捨てました。いただきます。出来たてが美味しいな。うまい。もしもし？斉藤さん？呪いのメッセージが3日前に彼女のサツキの電話にかかってきたの。俺が出たんだ。タイムリミットは今夜の午後8時。頼む、助けてくれ。知ってることは何でも話す。だからサツキを救ってくれ。斉藤さんの口ぶりからしてやっぱり遭難事故で何かがあったのは間違いなさそうです。それを聞き出すことができれば。どうしたんですか急に。もういい、君はここで降りろ。は？何言ってんですか。もう十分だ。え？君はこの件から手を引け。こっから先は俺の仕事だ。どうしてですか。せっかく謎が明らかになろうとしてるっていうのに今更引き返せって言うんですか。君のためだ。これ以上踏み込めば君は取り返しのつかないことになる。だからですか。だから仙道さん、知ってること何も教えてくれないんですか。お断りします。おい、今ここで手を引いたら死んだ犠牲者たちが報われない。それにこれ以上誰かの悲しむ顔見たくないんです。電話で言ってたこと本当ですか。ああ、それでさつきさんは病院だ。あいつは呪いのメッセージのことは何も知らない。一つだけ教えてくれ。小田切や水野が死んだのは本当に呪いの仕業なのか。そうか、やはり悪夢は終わってないということか。どういう意味ですか。裁きが下ったんだ。裁き。私たちが犯した忌まわしい罪に対してのだ。2年前私はこの場所で初めてサツキと出会った。あの遭難事件以来生きる目的を失っていた私は時間があるとここに来てこうして景色を眺めていた。そんなある日のことだった。一人の若い女が私に声をかけてきた。おじさん、こんな綺麗な景色を見てるのにどうして絶望したような顔をしているの。それがサツキだった。
あいつは言ったよ。ネットが落ちてます。こんな綺麗な景色を見てるんならもっと楽しそうな顔をしなきゃって、はい、同じ景色でも毎日必ずどこかが違う。それを見てるだけで生きてることが楽しいってな。はじめ私は彼女が何を言ってるのかよくわからなかった。でもそうやって毎日少しずつ言葉を交わしていくうちに忘れていたことを思い出したんで、生きるっていう実感を。まずは私一人で十分だ。サツキには関係がない。だからあいつを、サツキを救ってやってくれ。斉藤さん、11年前の遭難事故で一体何があったんですか？11年前か。あんな地震さえなければ。おい待ってくれよよいしょ。地崩れで道を塞がれた私たちは自分たちがどこにいるのかさえわからなくなっていた。遭難したんだよ。もともと軽装だった私たちに十分な水や食料などあるはずはない。私たちはすぐに飢えと渇きに襲われた。そして1日が過ぎ、2日が過ぎ、私たちは衰弱していく中で最悪の事態を考え始めた。そんな時だった。あの親子の姿を見つけたのは、死に怯える私たちにとってそれは天の助けのように思われた。あの食料さえあれば生き延びることができる。私たちの誰もがそう思った。そして気がついた時、私たちは。やめてください、やめてください、ちょやめて、お願い、やめてください、お願い。今さら言い訳にしか聞こえないかもしれないが、あれは事故だった。私たちにあの親子を傷つけるつもりはこれっぽっちもなかった。あの子があんなことさえ言わなければ。お母さん、お母さん、あなたたちがお母さんを殺したのよ。人殺し。その一言が、あんなことに。11年前あの山で起こったことの全てだ。だからみんな事件のことには口を閉ざしていたんですね。そうだ。なんて奴らだ。だが私たちが犯した罪はそれだけにとどまらなかった。他にも一体何したんですか？それは
あと30分ある。斉藤さん？どうやら裁きの時が来たようだ。どういう意味です？私がサツキの代わりに死ねばきっと。え？サツキのこと頼みます。メッセージではサツキさんの最後の声が入ってるって言ってたのに、それなのにどうして斉藤さんの声に変わってるの？俺が何でかここに戻ってきたか。お姉ちゃんなんていなくなればいい。